読み書きはできるのは私も知ってるけど、それを喋る練習なの。そうなんですよ。普段だったらもっと早く言える。大丈夫、まだ始めてわずか2、3ヶ月なのに。3ヶ月ぐらいやったらだいぶ変わってくる。じゃあ、彼は美術を勉強するためにいつだもん。I'll go to Evo. I'll go to... まず初めて知らなきゃ話に行くだろう。I'll go to... To study art. Something art, OK. じゃあそれを見ながら。アートを勉強するためにフランスに。Saving money.
数倍あるので、どうなってもすぐ持ってきます。じゃあ、あなたの弟で疑問に持ってください。My brother is saving money to buy a new bicycle.で、あなたの弟は No, he's not saving money to buy a new bicycle.契約しましょう。あなたの弟、私の弟は新しい自転車を買うためにお金を貯めています。自転車のファンになります。寒い、ね、この形は頭にだいぶ入ってますね。まず結論、この後にキュールの目的を立てる。これ、普通に喋るときもキュールを使うと、こちらに言っちゃってから何もで、よくあるのが、例えば、マイブラザーキュールなのに、バインのニューバイセコっていう文章を作る日本人の人多いんですけど、こう使って、こうバインのにするから、こう、ためにして、ね、こうになっちゃう。でも、目的のときは、キュールの方が絶対いいです。そしたら、I'm practicing English to 何でしょう。
今日はあの単語を回数も遅くなってすみませんでした。おとといの運転時間。え？運転時間。猫を予約いつも気に入って運転をする。特に好きなわけじゃないです。基本的に、なんだろう、機嫌のいい人。ずつずつとか言うときは、言うときは冗談めかしてない。すごい性格の人。そうなの。だから私、自分ごとに、旦那にするには一番楽なタイプだよねって一緒に。昔自分気がつかなかったんだけど、うちの男って旦那にするのがいいなって。ただ気が利かないし、家事もやらないので、結構機嫌がいいから、ちょっとずつなんかピリピリしてるの嫌じゃない、家の中で。気がする人っていうか、あの家はいないんだけど、会社でそうだから嫌だよね。He's basically a happy man. で、今回は alone。人事ですね。alone って人事を。二個ですよね。そう、先週のもあったもんね。はい。どっちやりましょう。どっちやってると。あ、じゃあ最近のにしますか。はい。じゃあフレッシュの方。前のも私コメント返してますよね。本当。前回？はい、前回。送りますって来てない。本当に？じゃあ設定忘れたかもしれない。申し訳ない。じゃあ前回に送ります。はい、で今回アローワンスで面白いこと書いてあったので、これが本当かなと思って。本当ですよ。そうなの、うん、リアルなの、うん、ねえ、一緒にお金を使うんだったら、ユーズよりも近いのかな。あー、コマーズと使うんだけど、え、そうはセカンドハウスで言いますけど、セカンドハウスで言いますけど、はい、そうですよ、実はアナライズ分析する、うん、これは良かった。何の使い方が正確です。いや、フォルジャーです。いいんですよね。あれはフォルジャーですけど。で、これはせっかく作ったので、自分で言えるようにした方がいいです。あれはフォルジャーです。あれはフォルジャーです。フォルジャーです。アクセントの位置を必ず一緒に。で、このコラボレーションは、多分相手がいるところで言うとしたら、私は望んでいますっていうのが、お願いしますっていうことで言うわけなので、asking you for、asking for、頼んでくださいっていう。いや、おかしかったですか？そうなんですね。そうそうそう。おかしかったですか？人によるから、上司との関係がいいんだなと思って、アイディペンドも、はい、うん、それを疑問文にしてください、あなたに。理由、疑問文。理由？あ、疑問文。理由、疑問文。いや、ここな。はい？理由、疑問文なのか？だいたいいいボスの時は次はやばい。そうなの。繰り返すか。嫌なバスボスの時はどうやってやるの。でも私は繰り返したので、次はいいボスだから捕まえちゃう。すごいね。素晴らしい。だから次は嫌なボスが来ちゃって。そうなんだ。今のボスさ、人生はあざなえる縄のボス。いいことと悪いこと同じ。じゃあですね、今日もラッシュリーディングをやりますけど、この前の教材、はい、あ、言ってた。
ああいう、これがまずタイトルで、でここまで。せっかくなので、顔を起こして、聞いてみましょう。ニューベーター。いいですね、やっぱりあのオスカーの一人の者さんが来るから少し良くなった、うん、オスカーシーズン、ロードバイク、ロードバイク、
ービスがないから人はいない。一個前のことに書いてある。 Each has only two スタッフになる。こうタブレット端末がある。これね、驚きながらね、読むと記憶に残ります。家とかそうなのってひどいとか思いながら、心が動くと頭に残る。
来週は大丈夫ですか？今の方で。あ、はい、大丈夫です。前回のって、うん、お送りします。すいません。あ、いいんですけど、はい、あのどこかで別の時間にちょっと連絡がありますか？あ、来週やりましょうか。はい、一応書いたのを送るけれども、それの解説と練習と。あ、その。あ、前回って前回お休みしたの。メイクアップ。はい。いいですね。あの、希望が遅くてですね。あと、9月にその旅行行くので、はい、その時の日もちょっとお伝えして、ちょうど火曜日が使ってしまうので。はい。私も10月にニューヨークに行くので、ね、あ、お友達のところに行かないで。それってあのまたメールでやったりするといいですか？今でもいいですか？うん、今日駅のホームで立ってるときに神社通りちゃうんですよ。どうかな、なんで神社だろうと思って。今大学3年生。
もう目覚めたかったなって。よかったですね、その子は。
まあ、私も